こんにちは。今回のご紹介はこちら、マックスインから新しくリリースされましたエイリアンライダー M2 プロ 6.11 スマート元ミラー、こちらのご紹介をいたします。こちらのガジェットはすでにライダー乗りの YouTuber さんより動画のレビューはされているんですけれども、私は四輪メインのレビューということで YouTube の方動画上げておりますので、今回は車で使った場合のレビューということで皆様にご紹介をします。またこの元ミラーに関しましては、非常に趣味性の高い走りに優先した車でカープレイをはじめとしたカーナビ、音楽、それからドライブレコーダー、そういった最低限の機能は付けたいという方にとっては非常にうってつけで、スマートに取り付けができる。また何と言いましても、このデジタルミラー、これ LMR001 というラブーンオリジナル初のスマートミラーとなりますが、このサイズの半分ぐらいのサイズで収まるということで、このデジタルミラーの下に取り付けるということで、スマートに使うということができますので、ぜひこういったガジェットが欲しいよという方は一度ご覧になっていただければなと思います。細かい話はさておきまして、これで何ができるのかということをまずはじめにご紹介をしていきたいと思います。まずはこちらになるんですけれども、ドライブレコーダーとして使用することができます。クリックしていただきますと、前後ろということで画面上でモニタリングができるようになります。でさらにこちらを押していただきますと、モニタリングのみだけではなくて、常時録画、それからイベント録画、静止画、そういった動画の収録というのができるようになります。これが収録動画のファイルになるんですけれども、今こちらフロント画面になるんですが、フロント画面の動画の収録で、またリアももちろん同じように収録ができるようになっておりまして、リア映像収録ができます。で今回私は車内カメラとしてリアについては設置をしております。まあ、こちらも後ほどその理由についてご紹介をしていきたいと思っております。次にできることは、このスマートリンクということで、カープレイ、アンドロイドが使えるということです。でこれのいいところは何かと言いますと、こちらカーナビが使えるということになります。試しに一つやってみたいと思うんですけれども、 NP1 ディーラーを探して、案内を開始します。目的地は本田カーズ埼玉宇野木店です。安心して運転できるルートで案内します。目的地まで1キロ、所要時間は約3分です。国道16号を通ります。道路を左に曲がって出てください。ナビゲーションとしても使えるということになります。でこのパイオニアのこちらの製品を使うことによって、 Google マップ以上に分かりやすい表示をしてくれますし、ボイスコマンド自体もよりきめ細かなアナウンスをしてくれるというのが売りなところではあるんですけれども、こういったこともできるようになるということで、ここにマップがあると非常に使いやすいということが二つ目挙げられる点になっております。で次にこちらの音声出力ということなんですけれども、こちらちょっと分かりにくいのでご紹介をしておくと、 Bluetooth と AUX と2つあります。で通常ライダーさんはこの Bluetooth を使われると思います。でこのようにバイクにこのユニットを取り付けを行って、でこちらは携帯になっておりまして、このヘルメットがインカムになります。でこのユニットとこの携帯とが Bluetooth でペアリングされて、この携帯が Bluetooth でインカムと接続されて音声が出力されるということになります。 AIO ファイブライトと同じ方式となっているものになっておりまして、デュアル Bluetooth ではありません。ただしこの AUX という機能を使うことによって、このユニット自体には音声スピーカーというのはついていないんですけれども、この AUX の機能を使うことによって音声出力もできるようになりますので、そちらのやり方についても後ほどご紹介をしていきたいと思います。でまたこちらが非常に注目できるポイントになってくるんですけれども、空気圧センサーがなんと4輪につけるということができます。
なので、まあ、車でも使えるといったのはこういうところになるんですけれども、この空気圧センサーっていうのはついてない車もまだまだ多くあると思います。特に外車とかですとついてる車非常に多いんですけれども、日本車で、まあ、通常の車だとついてないものが非常に多かったりするわけなんですけれども、こういったものも後付けできるというところはすごくいい点になってくるんではないかなと思います。エイリアンライダー M2 プロでできる点については以上になるんですけれども、より詳しい詳細について知りたい方はぜひ最後まで動画をご覧になっていただければと思います。次にこちらの設置方法ですね。これ再現性のある設置方法なのって気になる方も多いと思いますので、ご紹介をしていきたいと思います。で、私今こんな感じで取り付けの方を行っておるんですけれども、このミラーのマウントの後ろにアームが出てるんですけれども、そこにこのチャックつけています。で、これはよく私デジタルミラーをレビューするときにこの下にもう一個比較用にミラーつけるんですけど、そのためのアマゾンで購入したチャックなんですが、それを使っています。そうするとこういった付け方が簡単にできてしまうということになります。で、またこのカメラ自体も今こちらにつけてるんですけれども、こちらがフロントのカメラとなっておりまして、リアカメラはこちらになります。これがリアカメラになっておりまして、私は今回これをつけた目的というのがございまして、実はこのドライブレコーダーで、まあ、このように車内カメラとして使っているんですけれども、後ろに子供が乗ったりとか、またはペットが乗ったりとか、まあ、そういったシチュエーションというのがあったりすると思うんですけど、そうなった時にちゃんと席に座っているのかどうかっていうのがすごく気になると思います。席から転落してないのかどうか、まあ、そういったことがすごくドライブしている時に気になりますし、基本的に運転している時っていうのは前しか見れませんし、まあ、ミラーも今こういった形になっていて後ろしか見えません。そういった時にこういったサブミラーみたいなものがあると非常に便利だと、まあ、いうことで、こういったものがあればいいなということで私は取り付けを行いまして、まあ、今回リアのこのカメラに関しましては車内カメラとして設置の方を行っております。またこのエイリアンライダー M2 プロの注目ポイントでもありますミリ波レーダーによる運転支援機能というものがついておりまして、そのセンサーがちょうどここについております。で、ここもちゃんと配線自体も今回モアボクシーの90系なんですけれども、しっかり後ろに取り付けができるぐらいの配線の長さになっているということで、通常の四輪車だったらもう十分使える、もうスポーツカーとか趣味車でしたらもう十分使えるぐらいのケーブルの長さになっているということになりますので、取り付けもちゃんとできるということになります。ここについているバックカメラももちろん後ろまで届くレベルになっているということになっております。続いてドライブレコーダーの機能なんですけれども、こちらが今後ろ、こちらが前で、分割画面ということで表示ができます。で、こちらはイメージセンサーアナウンスされてなかったと思うんですけれども、ソニーの IMX の307センサーを前後で使っているかと思います。もう映像を見るとある程度のドライブレコーダーを見てきている人間でしたらわかると思うんですけれども、どなたが使っても映像綺麗だよねって思えるようなセンサーを昼間でも夜でもしっかりと収録できるセンサーというものがついておりますので、ドライブレコーダーとしても安心して使っていただけるかと思います。収録動画につきましてはこの動画の最後にご紹介をしていきたいなと思います。で、タップしていただきますと、これが再生のオンオフで、こちらが再生、常時録画、静止画、イベント録画ということで、ここで確認するということができます。で、下の方に行きますと過去に遡れるようになっています。こちらが今走行しているシーンなんですけれども、ナンバー認識精度も非常に高くて、しっかりとナンバーの確認もできるのがお分かりいただけるのではないかなと思います。またリアに関してはこちらなんですが、まあ、リアの位置はこちらです。今子供たちが乗ってるんですけど、このように子供が今何してんのかっていうのとが分からない状況ってあると思います。また今ペットが顔を出しておりますけれども、ペットが転落するかもしれない、そこがすごく気になるところなんですけれど、このカメラをこうリアカメラをつけていることによって、こういった映像もここでモニタリングできますので、安心してドライブすることができますし、またちょうどいい広角ドアになっておりますので、後ろが BMW の
3シリーズ走ってますけれども、後ろのハッチのガラスからも確認ができますし、サイドからも確認ができるということで、車内カメラとしては非常に使いやすいものにもなっている。もちろんバックカメラとして使用していただいても申し分ない仕様になっております。でこちらに関しては常時と静止画とイベント録画のみとなっておりますので、駐車監視がついておりませんので、私の場合はアクセサリーで撮っております。このようにまあオンオフこんな感じで起動できるようにしてあります、まあ、そうしますとバッテリー上がりとそういったことも気にならないで使えるようになるということになります、まあ、これ駐車監視ついているのであれば常時電源を取って常に常時録画ということで使用するとまあいうこともできます。それは使用する目的によって選択するということも可能になっております。でこちらを押していただくとホーム画面に戻ります。で今ミリ波レーダーが作動したんですけど、そうしますとドライブレコーダーの画面に切り替わるようにもなっています。こちらがマイクのオンオフ でこちらを押していただいても画面が切り替わるようになっていると、まあ、いうことになっております。でドライブレコーダーのさらにセッティングができるようになっておりまして、解像度 720p と 1080p、 ループ録画1分3分5分、音声録画のオンオフ、リアカメラなんですが左右反転のオンオフ、それから G センサー、イベント録画の検知ですね、低感度中感度高感度、それからオフという設定ができます。それから運転支援系、まあ、こちらが今回のハイライトになってくるんですけれども、 BSD と LCA、 それから RCW という設定ができるようになっています。走行速度、走行単位でキャリブレーションというものもついていたりしています。これまあ位置によって、まあ、キャリブレーションしていく必要性というのがあるということになります。あとはドライブレコーダーの関連するところとしましては、まあ、日時の設定、まあ、これはカープレイつないでいただくことによって日時は自動的に設定がされるようになっています。なので特に触る必要というのはないと思います。またこちら夜間モードということで、これ自動起動調整というのはついていないんですけれども、まあ時間帯に合わせて起動の調整ができるということで、明るさレベルこれ 0%、 時間の設定をオンにする、で18時からこの起動値で表示ができるようになっています。で6時になりますとまたこの起動値が変わるとまあいうことになっております。これもすごく便利な機能かなと思います。から SD カードの容量、これは 128GB まで好評としては対応しているというものになっております。 SD カードのフォーマットがここでできるようになっております。シンプルな機能となっているかなと思います。次にこのスマートリンクという機能なんですけれども、こちらのご紹介なんですが、はい、このようにカープレイそれから Android とか使えるようになっております。まあ、音楽をもちろん聴くこともできるんですけれども、なんと言いましてもこちらです、カーナビが使えるということになります。最近はパイオニアのこのドライブレコーダーを使うことによって、こういったアプリもカープレイで使えるようになっておりまして、より詳しくカープレイ上でナビが使えるようにもなっているということになっております。でこれ非常に使いやすくて、先ほども冒頭でご紹介した通りなんですけれども、まあ音声コマンドで、もちろんGoogle マップでも音声コマンド聞くんですけれども、まあ、こちらのパイオニアのドライブレコーダーを使うことによってより正確性が高くて、より細かい検索がボイスコマンドでできるということにもなっておりますので、より使いやすくなるということになります。でまた表示も非常に分かりやすいというところも利点になってくるのではないかなと思います。でこのフローティングボタンを押していただいて、でここで音声の外傷の表示、外傷の設定ができるようになっております。非常にユーザーインターフェースも優れている。で明るさもここで調整ができるし、またドライブレコーダーここで後方を映し出すということもできる。でこちらを押していただきますとまた戻るようにもなっておりますし、ホーム画面にも行くようにもなっているということで、すごく使いやすいと思います。でこちらなんですけれども、まあ、次の機能と絡んでくるところなんですが、この音声出力っていうのがありまして、まあ、先ほどもご紹介したんですけれども、通常のこの
元モニターというのは Bluetooth 接続になっています。もう一度押します。で、これが本体で携帯、まあ、途中でつながってしまったのでもう一回戻しますと、本体、携帯、インカムという感じでつながるようになっているんですけれども、これはアキーヨの AIO ファイブライトと同じ接続方式になっています。で、今回これ車で使う場合なので、車だとこの使い方ですと少し不便な点があります。それは何かというと作動音が出ないということで、これ自体にスピーカーの機能がついていません。で、車の中でインカムを使うわけにもいかないので、まあ、そういった時はこちらの AUX を使うという手がございます。まあ、そうすることによって、また切り替わってしまったんですが、まあ、これが本体とします。で、これ今どういう風にしているのかと言いますと、この携帯にももちろんつなげてるんですけれども、このスピーカー自体は車載のスピーカーに接続の方をしています。まあ、それによって作動音が伴うと、まあ、いうことになります。で、この元ミラーなんですけど、非常に便利な機能というのがついていて、こちらになっておりまして、これ何かと言いますと、これが AUX の出力の端子になります。通常こうなってるんですけれども、ここを開けていただいて、で、これ AUX のケーブルなんですけど、で、私の場合ですとオーディオにこの AUX のジャックをつなぐものがないので、これがね、またすごく使いやすくて、これ Bluetooth を飛ばすことができる、送受信ができるものになってるんですけれども、これをつなげています。で、これ今 Bluetooth 送信ができるようになっていて、これから車載用のトヨタのディスプレイオーディオの Bluetooth に接続をしているといった使い方をしていると、まあ、いうことになります。で、これによって、まあ、今 Bluetooth につなげたんですけれども、はい、作動音聞こえるのか分かりいただけると思うんですけれども、音声がこの車載スピーカーで出力をされる。で、また例えば再生するときなんかもそうなんですけれども、ここ音声が録画されているわけなので、ちゃんと音声も取れてるかっていうところを見ていただければと思うんですけれど、はい、音が聞こえたかと思うんですけれども、しっかり音声も流れるようにできると、まあ、いうことで、まあ、こういった使い方ができるというところが、このエイリアンライダーのスマート元ミラーの大きな特徴になってくるのではないかと思います。他のこの元ミラーにはその機能というのがついておりません。で、またこうすることによって、この車載用のスピーカーに、例えばこのように音楽を聴きたいといった場合なんですけれども、音楽を流すということもできるようになります。例えばこの音楽を押して車載のスピーカーで聴くということもできるということになります。で、これを使う場合なんですけれども、先ほどのこの音声出力ってところにまた戻るんですけれど、この Bluetooth にしてしまうと作動音は出るんですけれども、カープレイからの音楽は聞けなくなります。なので、カープレイの音楽も聞きたいよねという場合は、この AUX を使うことによって、この作動音、それからカープレイの音楽両方聞けるようになるというのが、この AUX の機能になりますので、まあ、車で使いたいという方はこちらの AUX が非常に使いやすいかなと思います。まあ、その場合はこの Bluetooth のトランスミッターというのが必要にはなってくるんですけれども、まあ、これがあると非常に便利になっておりますので、非常におすすめかなと思います。次の注目ポイントは何と言いましても、こちらの空気タイヤの内圧計になります。で、これは4チャンネルになっておりまして、車でも使える仕様のものとなっております。まあ、通常ですとね、2チャンタイプ AIO5 ライトは2チャンネルしか使えなかったりっていうものなんですけれども、このエイリアンライダーは4チャンネル使えるということで、車でも使えるというところが大きなセールスポイントになってくるんじゃないかと思います。
で今このように2バール 1.9、1.9、1.8 ってなってるんですけれども、これ空気圧の低圧側と高圧側のリミッター設定っていうのができるようになっております。でこれが前の一番低い低圧側の設定です。でまた後ろも同様で 0.6 から 3.0 まで設定ができるようになっています。で警告設定の今度高圧側になるんですけれども、 1.2 から5バールまで設定ができるようになっています。ちょっと今 4.8 って設定が入ってしまったんで、もう一度3に戻しますけれども、まあ、このように設定ができるということになります。でこの警告値に入ったらこう赤い表示をしてくれるということになっています。でまたこちらなんですけれども、一回電源を切ってまた電源を立ち上げます。このように空気圧の異常が見られました。まあ、先ほど下限値、まあ、1.8 に設定してあったんですけれども、そこに入りますと、まあ、このようにアナウンスしてくれるということになりますので、まあ、車に乗る前タイヤのエア圧を把握できるというところ、そこもすごくいいところになってくるかと思います。特に冒頭でもご紹介した通りで走りにこだわってる車にお乗りの方なんかですと、この空気圧センサーっていうのは非常に重宝する機能になってくるんではないかなと思います。でバール表示と PSI 表示、それから温度に関しても度 C、 それからファート表示ということができるようになっています。最後の機能なんですが、安全運転支援機能ということで、今回こちらのエイリアンライダーはミリ波レーダーを使っているということで、非常に興味のあるところかと思いますので、実際にこの車を走らせてご紹介をしていこうと思います。で主に先ほどもご紹介した通りなんですけれども、この運転支援系というのは2つの機能というのがついていて、 BSD と LCA、RCW ということで、まあ、BSD は視覚検知機能で、この LCA というのはレーンチェンジアシスト、車線変更支援機能というものになります。で、RCW というのは後方衝突予告警報というものになっていて、その度合いによって黄色、それから赤ということで知らせてくれるというものになっています。まあ、ピーピーピーと音が少し出ましたけれども、まあ、こういった形で音で知らせてくれる。で、ちなみに、この AUX を使うと何がいいかというと、この検知機能のこのアラームの音がちゃんとスピーカーから出るということになります。これ AX に設定しておかないとこの音というのは出なくて、単にこのモニター上の、まあ、ここの表示でしか、ここの表示上でしか表示されないということなので、少し分かりにくいというものがあります。なので AUX を使って Bluetooth のトランスミッターを使用して、そこから車載スピーカーに音を飛ばしているという使い方を今回しております。まあ、実際走行しながらご紹介をしていこうと思います。それでは実際に走行してご紹介をしていこうと思います。まあ、今これナビ画面にしてあるんで、特に何も検知してないときはナビ画面、また黄色の状態というのはある程度適度に距離がまだマージンがある状態の場合ですと黄色を表示してくれるんですけども、このようにアラームが鳴った場合というのは、今少し画面が切り替わったんですけれども、後方カメラに切り替わるといった作業になっています。出発から1時間、はい、で今後ろにセーブバスとなってるんですけれど、まあ、この状態ですとなります。で今右にも車が走っていったんですけれども、その検索方法はまだ対応していません。できるようになったらお知らせします。はい、発信していきたいと思うんですけれども、で表示はするんだけども、まあ、音が鳴らないといった場合というのもあります。やはり周りいろんな障害物がありますので、ずっとピー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 なってるとかなり音がうるさいということもありますので、まあ、その辺は少しフィルターをかけているのではないかなとは思います。はい、今右側対向車走っていったんですけれども、そこはまあ認識しないと。で今後ろから車が来たのがお分かりいただけると思うんですけれども、少し遠いところから車が来ても黄色で表示をしてくれるというところですね。そこがすごくこのミリ波レーダー非常に感度が高いのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。雨が非常に強い状況ではあるんですけれども、割と適度にセンシングしてくれてるんじゃないかなと思
かお分かりいただけるんじゃないかなと思います。はい、今また止まりました。今後ろから車が来るので見ていただければと思うんですけれども、はい、すぐに車が来ましたらこのように検知すると。で今右側にも西武バス止まりましたけれども、しっかりと認識してくれるということで、すごく感度としては高くて、まあ、使い方によっては頼れる機能になりうるのではないかなと思います。まあ、これがあるのとないのとで、まあ、気づける気づけないということっていうのがあろうかと思いますので、あると非常に便利な機能であるということは間違いないんじゃないかなと思います。で例えばですね、ちょっと音うるさいよねっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、そういった場合はこちら遅延機能というところで警告音をここ切っていただくと、まあ、いうことももちろんできますので、まあ、そうすることでも表示だけになりますので一切音が出ないと、まあ、いうことになります。で今ショッピングモールの駐車場に着いたんですけど、ここでも結構使えるので見ていただければと思うんですけれども、バックしているところ で後ろに車が止まっております。で車に気をです。はい、こんな感じで後ろに車がいるよということで注意喚起をしてくれるということになりますので、非常に使える機能なんじゃないかなと思います。それでは最後にこの収録動画ご紹介をしていきたいと思います。はい、ということで今回なんですけれども、マックスインよりリリースされておりますエイリアンライダー 6.1 インチスマート元ミラー、今回は4輪でのレビューということでご紹介をいたしました。で最後に私の感想なんですけれども、特に走りにこだわった車であまり余計なものをつけたくないというお車にお乗りの方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういった方には非常にうってつけのガジェットにやってくるんじゃないかなと思います。まず何と言いましてもドライブレコーダーがついているということもありますし、それからスマートリンク、カープレイ、アンドロイドオートといったオーディオ系の機能、それからカーナビの機能、こういったものもついております。でさらに走りにこだわっている方は特にこうタイヤの空気圧なんかも気を配る方はもちろん多いと思うわけなんですけれども、こういったものも常にモニタリングができるので未然に事故防止にも寄与してくる部分というのがあるかと思います。またドライブレコーダーの拡張機能ということでミリ波レーダーを使った運転支援系、こういったものが備わっているということで非常にドライブをする上でなくてはならない機能ということで、さすが元ミラーということでバイク用に使うことを想定した機能がしっかりと詰まっておりますので、走りの車に使うということにおいても非常に有効的なガジェットになりうるのではないかなと思います。こちらの製品の詳細なんですけれども概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただければと思います。またコメントいただけましたら、まあ、4輪で私今つけておりますので、その付け方についてもいろいろとアドバイスさせていただけると思いますので、遠慮なく書き込みの方をしていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。